雨が降り始めています。まもなく試合開始。楽天生命パーク宮城からお伝えしてまいります。東北楽天ゴールデンイーグルス対北海道日本ハムファイターズのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、今日は雨が降る中でのゲームとなるわけですが、バッターにとってこの雨というのは厄介だと思うんですが、いかがですか。まあそうですね、守ってる方もそうなんですけれども、足場が悪いというのは本当に気になるんですよね。そうですよね。ですからそのあたり、バッターは2番に入っている太田塩見。まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー塩見、そしてキャッチャーは太田。このバッテリーをファイターズ打線がどう攻略していくか。さあ初球は何か。切りました、ファールボールです。2球目打ちました。伸びていく、どうだ、入れば先制。入った、ホームラン。先制ホームランです。ファイターズイーグルス初回いきなり先制弾を浴びました。真ん中に入ってしまった変化球、しっかりと引っ張られたあたりはフェンスを越えてしまいました。イーグルス先制を許します。1対0。カーブが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。楽天イーグルス痛い敗戦となってしまいました。西さん、結局最後まで投打が噛み合わないままゲームセットになってしまいましたね。まあ流れとしてはね、悪くないんですけどもね、もうちょっと打線がね頑張ってほしいなと思いますけどもね。明日以降ぜひそのあたり期待したいところです。勝ったファイターズ、接戦をものにしました。一方のイーグルスですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはイーグルス敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで楽天生命パーク宮城から失礼します。